はい、どうも、Bレジェンド鍵谷です。Bレジェンド忍者なんですけれども、まあ非常にね、こう持ち運び、あ、そういえば忍者、あ、ここにありましたよ。持ち運びがねしやすいということで、ポッケに入っちゃうんですよね。はい、ということで、まあ持ち運びしやすいということでね、まあこういう忍者ご用意いたしましたけれども、ぜひね、ちょっと今日はね、もう早速食べてみたいなと思うんですけれども、はい、こちらでございます、ね、早速食べてみたいなと思いますね。もうなんかスペックとかはね、もう話してるんですけれども、まあ1個298円、10個で2500円で、154キロカロリー、 13.7g のタンパク質、脂質が 7.8、 炭水化物が 8.2 っていうことでね、あります。で、あれ、これどっから切れるんだ、こっちか、よし、これこのね、切り口分かりにくかったけど、よし、こんな感じで切れます。でちょっとね、液だれしないとかっていうのも言ってたんですけど、ちょっとなんか心配なので、皆さん気をつけて開けてくださいね。よし、ちょっと液だれ比較的マシだと、いやでも、いや、ちょっとするかもしれないね。皆さん気をつけてください。こんな感じです、こんな感じでね、顔、わあ、なるほど。香りはね、やっぱりスモーク豆腐だけあって、あの燻製の匂いがする。うん、おいしい匂いがする。じゃあ早速いただきましょう。もうしのごの抜きにしていただきます。うんうん、おいしい。こんな感じ、わかるかな、食べましたけどね、あのね、めちゃくちゃ歯応えがある。特にこの周りの部分はこうキュッと絡まってるから、歯応えがある、おいしい。うん、あ、和菓子か、うまい。後出しうまい。本当にね、やっぱビールエンドシリーズのプロテインみたいに、あの、なんていうかな、ジュース感覚ではないですよ。ジュース感覚ではないんだけど、ちょうど中間だね。ご飯とおやつの中間。あの、甘いわけじゃないんだけど、だけどやっぱりね、蜂蜜醤油だから、食べた後にふわっと甘みも出るし、スモークされた感じももう食べる前の香りからしてるし、口の中に入れてもこのスモーク感が口の中にふわっと漂うので、まあ何度も言ってますけど、本当にビールのあてにはすごくいいかなと思いますね。うん、まあこんな感じでね、食べれるので、まあなんか僕らこう仕事なんかもこうパソコンね、デスクワークだから、こうなんか仕事しながらこう食べたりとかもできると思うんですけど、で今咀嚼もね、結構しっかり咀嚼しないと、あの歯応えもちゃんとあるしね、豆腐って言いながら普通の絹ごし豆腐とか木綿豆腐みたいなのボロってこうね、しゃおっていくんじゃなくて、結構ちゃんと、あのソーセージみたいな歯応えかな、ソーセージより硬いかもしれないね、縁の部分、真ん中はソーセージみたいだけど、あ、ごめん、あの食品味レビューしようって、まあ一応してるんですけど、しながら普通に美味しいからもぐもぐ食べる。こんなに食べないよね、普通ね、味レビューだけでね。まあプロテインは一気飲みするからいいとしてもね、でもね、こんな一気食いできないぐらいの食べ応えですよ。うん、なんかちっちゃいからバクバクバクって一気に食べれそうだけど、だからやっぱりね、咀嚼がかなりするだろうから、あの満腹感はかなり出ると思いますね。で、これダメな点わかるかな、液だれの話あったけど、少しこれだけ液、なんていうの、汁が、お出汁、おつゆ、なんていうんだ、があるから、これだけ気をつけてください。で、なんかこうやってプリンと滑り出すようにやってるんですけど、これがね、ツルンといっちゃうとプロッと折っちゃう可能性があるような気がしますね。ちょっとこのあたりも気をつけてください。まあ、なんかあれですよね、いつも思うんですけど、ビーレジェンドのなんかレビューってダマとか泡立ちとか、なんかダメなところの話を結構してますよね。まあ、あの企業側とすればあんま言いたくないんですけど、まあ、お客さん側からすればそういうとこ知りたいと思うんでね。はい、ちょっとお腹もちょっと膨れてきたので、
この辺にしておきたいなと思います。後で食べます。動画撮影終わってから食べます。はい。ということで、Bレジェンド忍者、ただいま絶賛発売中でございます。ぜひこの機会に、まあ一回ね、試してもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、Bレジェンド忍者のレビュー動画でした。では、ぜひ皆さんお召し上がりください。さよなら。続き食べます。